うちのスタッフが取材に行ってね、はい、フェルナンド・トーレスが居残り練習をさせられているという映像があるというのでちょっと見ようかなと思うんですけど、これは彼は何故に居残り練習をさせられているのでしょうか。まあトラップがね衝撃の映像ですね。しかしなかなかトラップがねできないんですよね。フェルナンド・トーレスってでも日本ではすごく上手い選手だと思われているではありませんか。まあ、ゲームの時とやっぱり練習の時とは違いますけど、やっぱり試合の時にもミスが多いと。だからこれなんかはシュートをどんどんボール速いボールが来たのをどんどんシュートを打って右左右左で打ってるんですけど、なかなかこうシュート入らないよっていうのはありますよね。これフェルナンド・トーレスのために何かこう言っておくべきフォローはありますか。やはり速いボールなんで、あのコントロールを、まあ、トップスピードのボール、いろんな変なボールを蹴ってるんですよね、はいはい、わざと。だからそこでいかにコントロールするかっていうのはやっぱり感覚的に持ってもらう。試合の時にはもう相手もいるんで、いろんなコントロールミスしても相手でそれが抜ける場合もありますし、そういうのはやっぱり修正能力っていうのはフェルナンド・トーレスはすごい長けてますから。なるほど。トラップミスしてもそこからシュートに持っていくとか、そういうのはものすごく上手い選手ですから、フォローになってますね。大丈夫だと思います。だからゴールは決められるんですけど ね、 なるほどね。ただ最近あまり決まってませんけど、ね、またそれが最後に落としてどうするで、だからああいう感じで練習を課せられてるっていう、うん、なるほどね。